第5章、頼れる火星。というわけで、お前たちにもカカシ班と同様の任務をしてもらう。絵は直ちに砂へ向かい、カカシたちと合流。その後、サポートし合い任務をこなす。よし、みんな、砂まで1日で行くぞ。いえ、大先生、半日で行きましょう。どう考えたって3日はかかる。そういうノリでする会はやめてください。もうこのバカ、士気を下げてどうする。仕方ないね、助け舟を出してやるか。あー、盛り上がってるところすまんが、森の洞窟ルートなら多少近道になるぞ。なるほど、それは明暗。リオ、砂まで半日も夢ではないぞ。いえ、大先生、こうなったら6時間で行きましょう。それじゃさっきと変わらんだろう。助け舟をあっさり撃沈しやがって。だから無理、絶対不可能なんです。二人ともよく考えて喋んなさいって。ランの友情パワーと熱血パワーがスクラム組めば、この世に不可能はない。さすがガイ先生、お言葉が熱いです。よし、それではみんな、砂を目指して青春ダイナマイト。増援を送ったってのに、この不安は何だ。
ナミックテレトリー。ハッ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 ポッハッブラッハッハッハッブラッハッコモハン強力テンプハッブラッハッポッハッブラッ。何？ ハッハッブラッダイナミックエントリー。何？ハッ